こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は、チャプター1、アキラはソロランクだけでチャンピオンに行けるのかという内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランクマッチやってきてるんですけど、今回のランクマッチ、チャンピオンにあと数パーセントで行けるっていう状態から動画を作成させていただいております。僕がね、今シーズンも無事にチャンピオン行けたかどうか気になる人は、この動画を最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。アンリアルも降格させよう。降格制度つけようぜ。あ、最悪だ。あ、まあ壁取ってなかったのか、そこ。あのシーズン、やばい、崩されてね。大丈夫、俺にはグラップラーがある。ちょっと待って、お前は誰だ。一筋縄じゃいかん、ごつなってきたね。は？あ、上なんだそれ。うまいな、多分。うわ、最悪。くそー。はあ。ちょっと待って。頼む。これまで、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 これまで。なえしょう。最悪。死んだ。死んだ。ナイス。お前やめろ。なんでやねん。
最悪。バレてんのかいな。待って頼む。ありがとう。HP な。頑張れ、俺は応援してるよ、お前のこと。マジか、最悪すぎ。え、マジか、最悪すぎるな俺。はちゃめちゃやなこのゲーム。待って、お前シールドそんな割れてないことある？お前完全にシールド割れてる人間の顔しとってん。地獄やろなこいつ。最悪。うまそれ。いっちゃった。ということでですね、皆様本日はね、チャンピオンに無事に行くことができました。本当に皆さんの応援のおかげでございます。ということで、この動画が面白かったためになったという方はチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。